最初の収録に比べると我が子の成長がもう素晴らしいですね。すごいですね、まあ、ガチでやってますからね、はい、今一番楽しい時かもしれない。バンバン倒せる。強いし。やめてくれ。ちょっと俺自分の調子に乗ってた。おごってた自分の力に。うん、ね。皆さんこんにちは。こんにちは。スッと入りました。ゴージャス動画でございます。何もなかったからではございません。ですよ。いっぱいあるんですけどもね。ということでゴージャスでーす。そしてヤキュンでーす。ヤキュンでーす。ということでクラゲです。クラゲ初めての紹介。ねえ、クラゲなんかスッと入ったけどちょっと雑だった気がするけど、ね、なことないですよ。僕はもう早くね、うん、今日のね題材をやりたいですよね、うん、そうだそうだそうだ、はい、ね、やる気なんだね。何をやるか言っちゃって OK、うん、今回もブレフローをやるよ。やったー、ブレイブフロンティア。やったねー。さあ、いやね、ゴージャスがね、うん、前回あっさりと負けて。違いますよ。そこだけ、いやいやねえ、そこだけ。違う違う、プロデューサーは負けると分かっててこれを僕をねやらせたんですもんね。いや、そんなことない。そんなことない。勝つかもしれないって思ってたんですか。まあね、もしかしたらと思ったんですよ。いや、負けそんなことないですよ。だって2バトル目で多分ダメだと思ってた。いや、絶対もう分かってたんだもんな。俺の体力を何だと思ったんだ。使ってやろう。ね、20体力たまったもんじゃないですけどもね。うん、さあ今回はちょっとね、うん、新しいところにも行ってみたいなと思ってるんですけどもね、うん、そうだね、うん、あとちょっといろいろまた聞きたいことがいっぱいあるんでね、はい、軽く聞きながらやっていきたいと思います、うん、よろしくお願いします。お願いします。はい、あ、私のネット一覧から失礼いたしますね。こんにちは。そうですね、これとかっていらなくないですか。メガネ、メガネだ、ぐるぐるメガネ。非常にいいキャラクターです。本当ですか。はい、水属性で回復では今一番人気のある。あ、回復1140、はい、ちなみにこれ進化すると眼鏡取れますんで。眼鏡取ったら可愛いパターンじゃない、ね、はい、これ眼鏡アイデンティティじゃないんですか。ないんですよ、ね、違うんだ、はい、可愛いパターンなんですか。眼鏡が取れるっていうアイデンティティ。楽しみ、それ進化させるか。じゃあ一つの属性5人はやっぱ必要ですよね。そうですね、いるとより幅が広がる。3なんで、あと2ずつ増やしていきたいな。あ、そっか、バランスよく3人ずつとかにして。う、ね、うん、星4、星4、これって強そうなんですけども、このキャラクターは今多分一番人気に近いんじゃないかと思いますね。わお、なんでですか。これキャラクターがですね、ダメージを半減する能力をブレイブアートで持ってまして、はい、これが非常に難しいクエストになるとですね、はい、敵のダメージが非常に大きいので、うん、それを防ぐ役割として非常に欠かせないユニットになってます。へー、しかもレベル5になってる。そうか、これブレイブバーストたまりやすくしてガンガンこれ使えばいいってことですね。そういうことですね。へー、わー、さらにこのキャラクターはですね、はい、防御しながら攻撃ができるという、ある意味こう反則技的な能力を持ってまして、攻防一体、ま、そうですね、うん、タイプはブレーカーで今、うん、ブレイカーさん召喚運が素晴らしい。え、それってこのタイプの違いがいまいちよくわからないんですけど、はい、結局何がいいんですか。これタイプいろいろ種類があるんですけど、うん、それぞれ能力がどれが伸びていくか、より伸びるかっていうところに関わってまして、うん、まあ、キャラクターによってこのタイプがだとよりいいかなっていうのがいろいろ分かれるんですね、うん、で今見ていただいてたダルバンシェルなんかは割ともともと防御力もあったりするので、うん、ブレーカーですと攻撃がより伸びて、より攻撃ができて防御も高い、バランスがすごくよく上がってるってことですね、はい、でキャラクターによっては回復力がちょっと低い目のキャラクターの場合は、うん、まあ、オラクルタイプがあったりとか、うん、ただ中ではまあアニマというタイプが、はい、HP が増えて、うん、回復力がその分少し下がるんですけど、うん、まあ、このゲームは HP が高いと割と優位にことが進められるので、うんうん、なんかアニマが結構人気だっていうふうに書いてあった。人気あって取り回しがしやすいというふうに言われてますね、うんうん、結構アニマとブレーカー割とバランスよくタイプが、ね、はい、ゴージャスの召喚運がかなりいいですね。ね、はい、いい感じで、まあ、でも基本的にタイプは、まあ、それほどこだわりすぎずにプレイされる方がいいかなと思います、ね、全然こだわってなかった、まあ、より最強を極めようとされる方たちはですね、ほうほうほう、タイプをさらにこだわってですね、厳選される方もいるんですが、かなり上級者の方たち、まだ初心者にはいっか、うん、ね、うん、そっかそっか、じゃあちょっと、うん、新しいおアリーナ、お、はい、アリーナぜひチャレンジしてみてください。そうですね、はい、
ちょっと一回行ってみて。ユーザーさんと戦うやつですね。はい。まだ参加したことないんですけども、はい、記念すべき戦。ゼロ勝ゼロ敗だからまだ綺麗な状態です。これ回復とかも全部充実した方がいい。あ、アイテムはですね使用できないバトルで。あ、あ、そうなんですか。はい。パーティー編成だけ。はい、どうやってするんですか。回復はあのキャラクターに回復のユニットを入れるか、もしくはなんですが、アリーナは基本的に先手、はい、自分が先手で戦えるんですね、はい、先行で。なんで一気に敵を攻め滅ぼすことを重視したパーティーを組んだ方が勝ちやすい、はい、じゃあちょっと行ってみましょう。さあどうなるんだ。パーティー編成、これはパーティー編成、ここの場であのアリーナに向けたパーティーを組むこともできるんですが、これでいいですか、僕の最強の。今多分そうですよね、一番これが強い、はい、成長させてるので、このままチャレンジしてみていいですか。じゃあ行きたいと思います。どんな人が出てくるんだろうね。楽しみ、行きましょう。参加する。一回相手の候補が出てきますね。弱い。でこれで戦っちゃうか、もう一回違う人を探す。再検索でこれ何度もできるんですか。再検索できます。はい、いやこれいけるでしょ、これいける、絶対いける、そうですね、弱いけど結構勝ってるよ。いやいや絶対いける、絶対いける。弱いやつ探してやってるかもしれないし、行きましょう。バトル本当スタート。アリーナオーブっていうのがあの右側にある。あーあーこれ3つ、はい、何だろうと思ってたのこれ。じゃあ行きましょう。オーブ1個使います。さあ、おお対面してる。すごい、すごい。あっちも結構豪華で。これは僕が何やればいいのこれ。これはもうオートで見てて、見てていい。はい、大丈夫。育てた子たちが。そうです、勝手に戦います。いや、ガゼン強いでしょこれ、ほら。いやー、頑張ってー。え、回復してる。いや、もう一発集中してこれ。おーらー。あー、あー、ぼー、危ない。待て待ていい。来た。あ、ちゃんとフレームバーストも使う。ちゃんとね、おらわ、もう、おいやったー。割と圧勝でしたね。圧勝でしたね。ユーウィン、これはたまりませんな。面白そう。あ、勝つと嬉しいですね、これね。おー、ちょっと、お、ポイントも溜まって、はい、溜まっていきます。お、今あのランクで今勇敢な召喚師っていう風にランクが出てるんですけど、これが満タンになりますと次のランクに、あ、なるほど、なります。ここのランクが、はい、ランクアップするたびに、報酬が入るようになりますので、ギアが手に入ったりダイヤが手に入ったりとか、オーブ3つあるからあと2回、ね、いけるよいけるよ。多分2連勝してランクアップできるんじゃないでしょう。これもじゃあ再検索もしてみていいですか、ちょっと、はい、めっちゃ強い人ばかり。たまにすごく強い方が出てきたりとかするかもしれない。あ、もう強い。避けていくスタイル。あ、これいける。107勝してる。こうやってますね。いやー、勝てる相手を探してるかもしれないです。やめました。やめました。ひよった。大金星食らう時もあるんですね。そうですね。あ、これ強いよ、多分。強い。強いな。お、負けの方が多い。これ行こう。お、行きましょう。バトルスタート。なんか弱いやつを探しちゃった。なんかね、腰抜けやろうみたいな。さあ、おっしゃー、最初から。つけつけつけ、見てる、落ち着け、落ち着け、落ち着け。でもこれオートですよね。よっしゃー、監督だから。よし、追い詰めた。めっちゃ声でかい。負けるものか。いけ。感情移入しすぎでしょ。オーケー。監督どうでしたか。いや、負けないね。強い。負けない。強い。愛着違うから。うん、すげえな。早くも2勝目。2勝目。もう。称号がね、ちょっとおー、たまる、ちらついてきたよ、これ。あ、もう一回いきましょう、うん、もう一個こいつだ。バトル君だ、スタート。君に決めた。もうなんか獲物見つけた時にこいつだー。おっしゃ、
けよ、落ち着けよ、落ち着け。いけるよ、いけるよ、まだいけるよ。いた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 、いけいけ、ブラックホールだ。おっしゃいや、こればっかやるそうだよ。いやー、これ楽しい。こればっかりね。でもアリーナポイント決まらなきゃできないから、うん、ね、多くの数だけ。さあ、勝ちまして、ポイントが満タンになる。ちょっと考えなかったですね。嘘でしょ。今、コウジャさん、これさ、コウジャさん、今あんまりバトルやってらっしゃらない方を選んだんで、はい、相手方のそのバトルポイントが少なかったんですね。うるさい、早く言ってくださいよ、それ。でもね、届かないなと思って見てたんですよ。いや、俺は思ったんだったら言ってくださいよ。弱いやつばっかとして選ばれちゃった後にちょっと決めたんですけど。いやいや、じゃあこれはもう自宅で僕楽しみますよ、これ。これ今、アリーナのオーブが3個なくなったんですけど、時間でまた回復します。時間でね、はい、再検索できるっていうのがまたいいですね。ね、敵のアリーナバトルポイントの数との自分の差が大きいとより入るようになります。なので一番初めに倒した相手の方は差がかなりあったんで200ポイント入ったんですね、でだんだん弱い方と戦っていったので、ね、200ずつだったら今アップしたんですけど、バトルポイントがね、はい、今36足りずにちょっとね終わりました。絶妙なところで止めたね、はい、すごいね、寸止め。さあさあということで、これは面白い、これ面白いですね、とりあえずどうします。あ、最後じゃあ、召喚しますか。お、いいね。キャンペーン中ですので。そうだよ、赤扉以上確定しょ、うん、ほら、はい、じゃあ来ましょうか、あ、これここの扉の絵も変わったんですね、これね。そうです、新しいキャラクターたち。そうだ、このキャンペーンから新しいキャラクターができたんですけど。あ、そうです、キャンペーンと同時に、ね、同時に新しいキャラクターが出ます。新しいやつ出るといいね。じゃあとりあえず行きましょうか、赤扉以上確定、召喚虹来い、行きますよ、トン、はい、あー赤かーい、あー、いや赤扉は絶対なかった。でも虹って赤の後になんか扉が割れて虹になる、はい、こともあります。そうですよね、私それなったもん昨日。超レア。なんかね、赤扉だと思ったら赤扉がプシューンって割れて、虹が出てきたので、えってなんだこの扉は。皆さんそれ見たいですか。見ますよ、オープン、来ましたね。開いちゃった。おお、またまたまた。ダルバンシェルが。ダルバン。はい。あ、アニマ。アニマのダルバンシェル。はい。あ、すごい好きですね。アニマ HP が上がる。すごい羨ましがってるユーザーさんいると思います。なんか素晴らしい引きですね。本当ゴージャス。すごいね、ブレフローの引き。ねえ、やばい、ブレフローをやるために生まれてきたのかもしれない。ブレフロー芸人。うん。いや、素晴らしいタイプもアニマで。そっかそっか。これはあの貴重なキャラクターなんで、あの2体ですね、あの育てても全然損がない。いいな、強いキャラクターだ。お気に入りね。さすがです。早くしないと。そうですね、これは必須です。でもなんかこう同じキャラが出てもタイプがそれぞれ、ね、うん、何種類もいるから、その楽しみもありますよね。そうですね、育てても違う道に道っていうか行くんですもんね。そうですね、で同じキャラクター同士は、星が3以上のキャラクターで強化合成を行うと必ずあのブレイブバーストレベルが上がるというのがあるので、まあもういらないなってぐらい被った場合はですね、まあ合成してしまうのも一つ。いや、でもこんなに星高い子たち合成したくない。またプロデューサー要求がですね、捨てれない人なんですよね、でもそうですね、星3、4以上、4以上は捨てれないですね、さすがに。一言一緒。私の何を知ってるの。ねえ、ねえ、さあそんな感じで、何かできそうですか、さらにゴージャスは何かできそう、今27、じゃあちょっとね、もう一人進化させたいやつがいて、これが進化、あれどうだっけ、これがもう溜まってるんですけど、これがね、あと1個、この雷の石像が出れば進化するんですけども、これってランダムなんですよね。ランダムですね、だから1回運を
かけてる出るかどうか、はい、うん、たまに出てくるやつ、そうたまに出てくるやつ、これの石像のその、はい、ああ石像ばっかり出てくるんだ、そう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 、じゃこれをオートでお届けしようかな、オートで、あ、うん、見たい、オート機能どうなの、うん、これはさすがに死なないと思います、うん、いきますよ、冒険に出発、出発、さあ出るか、さあ雷なんでね、オートオート、ここにオートボタンがあるんで、いきなり出てきました、お、どっちがどっちが落ちるか、そうなんですよね、そこなんですよ、オートボタンを押すともう勝手に戦ってくるんですよ、さあどっち、おやりましたね、やりましたね、これ倒せば出ると思いますよ、うわもうこれオートの場合はもう普通にこうやってもう何にもせず見てるよあれあくびしてんだね、やったー完璧、運がもうねすごい、今日やばい、運がすごい、ね、だからといってね、ちゃんと負けてるところも見せてるし、全部見てるし、全部見たんじゃない、あ、わざと、全部わざと全部見たんじゃない、わざとやったんだ、さあ、あ、こっちはオートすごい楽、オート楽でしょ、ここら辺はもう全然ぼーっとしてていいんだよね、なんかいいね、このアニメ見てる感じがして、そう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 、でも本当に油断だけしない、ちゃんと目は離さない方がいい、目離したら死んでるのびっくりするからショックがでかいわけよ、なんでだってなんで死んだんだと、うん、勝てる戦だったのってなるんですよ、少し目を離した隙に子供と一緒ですよね、ほんとダメよ、目離しちゃって離しちゃダメ、プレフロから目を離さないことさあ、もう欲しいものは出た、すごいガンガンですね、見せるのをね、ちょっとね、揺れるんですよね、なんかね、よくご存知よくご存知ですそういうとこばっか見てるの、ね、じゃあ、ちょっとキャラクターが好きで見てるんですかやっぱなんか欲しいのが落ちなかったりするんでしょ、あー、ありますね、やっぱね、さあ、行きましょう、よし強い、その後出なかったんで、一面で出てよかったです、はい、いいですね、持ってますね、持ってますね、さあ、倒しました、すごい圧勝でした、圧勝、ここら辺はね、いやいただきました、おお、早速いきましょう、これでいきますよ、うん、おー全部揃った、進化する、上に上がって、まさかまさか落ちるきました、おーかっこいい、超激レア、リーナも使えます、いい、そうですね、いいユニットです。あの雷属性の攻撃力が上がる系統なので、水属性の敵が強い場合に有効です。はい、先ほどあの前回の放送の時のカルとの戦いでは、カルは水属性なので、雷のユニットは非常に重要になりますので、雷も育ててください。へぇー。すごい、めっちゃゴリゴリですね、めっちゃゴリゴリ、はい、ご覧のユーザーの皆さんもぜひダウンロードして遊んでください、はい、はい、うん、どうでしたか、いや、ちょっと今日はね、うん、なんだろう、自分の幅が広がった感じがしましたね、うん、うん、やっぱ持ってるね、ゴージャスね、持ってますね、順調すぎた今日、うん、ね、ちょっとね、自分が怖い、うん、あとアリーナでガンガン戦っていこうと思う、うん、あ、ただあんまり弱い人をね選んでてね、あ、ポイントがたまらない、そうそうそう、でも、なんだろう、負けのところを数字入れたくない、いや、わかる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 、ずっと勝ってただからあれでしょ、次の放送に持ち越したっていうことかな、そのいや、やっちゃうと思う、たぶんいや、絶対やっちゃう、見せろよ、見せろよ、次ね、負けに数字入ってるかもしれない、はい、はい、ということで、うん、以上、今回もブレイブフロンティア楽しませていただきました、はい、多分次回会うときはまた強くなってる僕を見るんじゃないかなと思います、はい、はい、ということでまた次回お会いしましょう、バイバーイ、バイバーイ、さあ、
強い欲求のなんだよ。いやでもすごいな、なんか私もこんな強いユニットが欲しい。とりあえず見せてみようまずね、うん、いらないでしょ、見るいっぱいいますねでもなんかほら進化の時にさ使ったからさ、こいつが一つ目はそんな使わねえわだって私二つ目あ、なんだそんな甘い話はなーい来い。おおそこはさすがといったところかしら。これゴージャスはこれただそれを見てるでしょこっブレイブフロンティア公式データブック、こちらグランガイア制覇の書1巻2巻、こちらもう絶賛発売中でございます。これを読んでみんなも一緒に攻略しよう。巻末にはねこれね、うん、あのシリアルコードがついてるんでね、すごい嬉しい、これゲットできると思いますので、皆さん今すぐ本屋にブレイブバースト意味が分かんなくて本屋をブレイブバーストしちゃうのゲームマーケットがお送りするゲームアプリ攻略動画チャンネルゴージャス動画、たくさんのゲームアプリを紹介していくよ。今すぐチャンネル登録してね。それここ